こです。今日はじゃん、こちらセリアのお気に入り商品、リピ買いしてきた商品を紹介したいと思います。はい、やっぱセリアっていいですよね。今日はお家で使う消耗品が中心です。まずキッチンで使うものから紹介します。まずこちらじゃん、袋止めクリップ、小さいタイプ6センチで5個入りと、大きいタイプ10センチで4個入り買ってきました。無印っぽい100円ショップ商品の動画で紹介したことあるんですが、これがすごいシンプルで使いやすくって、いつの間にかでもどっか行っちゃうんですよね。間違って捨てちゃってるとしか考えられないんですけど結構大きい袋で買った冷凍のものとかをこれで袋止めして冷凍とこに入れたりとか、まあ、お菓子とか食パンの袋とか、もうほんといろんなものに使えて、まあ、どっちも小さい方も大きい方ももうその袋の大きさに合わせてどっちもめっちゃ使えるなって思ったので、今回はこちらを2つ買ってきました。はい、次じゃん、こちらフリーザーバッグ S サイズ20袋入り買いました。はい、これもなんかの動画で1回紹介した。これはこんな感じのジップロックみたいな感じで封ができるバッグで、とってもシンプルで素敵だな、いいなと思ってリピートしてきました。解凍にも使えるんだ。まあ、冷凍したいお肉とかバーって入れといて、このまま水に入れて解凍したりとか、袋のまま冷蔵庫入れたりとか、電子レンジの解凍のモードでも使えるみたいなんですけどね。小さい袋の食べかけのお菓子を入れたりとかしても使えるし、本当にこれはよく使えるなと思います。はい、こちらじゃん、油汚れシートを買ってきました。今年1月ぐらいに出したセリアの購入品で、これとあと違うウェットシートで、まあ、どっちが汚れ取れるかみたいなやつをやった時に、これがほんとすごい汚れが取れてすごいびっくりして、その時からもうずっとこれ使ってますね。ちょっとした油汚れならこっからピッて取ってピッてこう拭けばすぐ綺麗になるから、使いやすいし楽だしいいなと思ってます。ガスコンロとかのほんとべったりついた汚れは、泡タイプのガスコンロ汚れ用の泡タイプのクリーナーでじゅーっとこう洗わなきゃなかなか落ちないんですけど、簡単なちょっとした油汚れとかならこれで全然ね落ちます。これも何回もリピートしてるキッチン用のウェットシートです。はい、あとはこちらキッチンワイヤータオルハンガーっていうことで、タオルハンガーですね。まあ、キッチンじゃなくてもいいんですけど、パカって開けるところのドアにこのフックをかけて、タオルとか布巾とか、まあ何でもゴム手袋とか何でもかけられますよってやつ。これ最近1つ買って使ってたらすごい使いやすいなと思って、またもう一つ欲しいなと思って買ってきました。これよりもっと大きいサイズとかもあるんですけど、まあ、あんまり大きすぎるとちょっと邪魔だったりするので、これぐらいのなんか大きさ小ささがちょうどいいなと思ってまた買ってきました。次は下駄箱で使うものじゃん、こちら除湿消臭剤、脱臭炭とかありますけどね、まあ、そういう感じ、炭の力で除湿もしてくれるし消臭もしてくれるって、まあ、靴箱とか押し入れにも使えるみたいなんですが、そういう湿気がちょっと気になるような狭い空間に使えるっていうやつですね。3つ買いました。これ実際に使ってて、これを置いている棚とこれを置いてない棚だと、これを置いてなかった靴はちょっとカビっぽいのが生えちゃったけども、これを置いておいた棚はカビが全然生えてなかったっていう経験があるので、これは置かないより絶対置いた方がいいなと思ってまた買ってきました。はい、次もう一つ靴箱で使うものなんですが、こちら靴用乾燥剤、脱臭と除湿、靴の保存収納、湿った靴の乾燥にということで、まあ、これは4袋入ってて、こんな感じの、まあ、袋が4袋入ってて、これを1つの靴に1つずつ入れて、まあ、1足2つ使うような感じでこう靴に入れとくと、靴の消臭と除湿ができるっていうやつですね。まあ、これもないよりあった方が絶対匂いとか湿気対策にもなるなと思っているので買ってきました。こちらね、3袋買ってきました。まあ、全部の靴には入れてないんですけど、スニーカーとかそういう湿気がこもりそうな靴にだけ入れておこうかなと思って、とりあえず6足分だけ買ってきました。次最後、これはリピ買いじゃないんですが、めっちゃいいなと思った
もの、じゃんこちらスケジュール帳です。はい、2020年1月始まりっていうことでまだちょっと使わないんですけど、売り切れる前に買っとこうって思って買いました。月ごとに予定が書けるページと、こんな感じで細かく何日のこの何時から何時まではこんな感じみたいな感じで日別の予定が書けるっていうページと2つあって、日別がついててこれで100円はかなりお得だなと思って買いました。まあ無印良品のスケジュール帳を使ってて、まあそれも良かったんですけど、まあそれ1000円ぐらいするんですよね。中身の使いやすさとかそんなに変わらない感じで、こっち100円だったのでちょっと2020年これでいいかと思って買いました。予定は基本スマホに入れるんですけど、 YouTube の動画この日こういうことしたいとか、この日こういう動画上げたいみたいなメモは結構手書きで書くことが多くって、 YouTube のスケジュール管理用の、まあ、ノートっていう感じで購入しました。はい、ということで今回は100円ショップセリアのお気に入り商品、リピ買いしてきた商品と、あと新たにめっちゃいいなと思った商品一つ紹介しました。100円だけどすごい使えるなって思ったものなので、まあすでにねめっちゃいいということを知っている方もいっぱいいらっしゃるとは思うんですが、まだ知らない方の何かの参考になれば嬉しいです。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。